おはようございます。おはようございます。久しぶりのなんか声だなと思って。お, ね、はい、お元気でした？もちろんですよ。じゃないとやってられないですね。いやもうさ、誰なのって話だから。まあそんな。もう言いましょうよ。言ったとてですよ、そんな僕なんて。ちょっと待って。はい。すいません、メガネもかけてないんで。あ、ハギちゃんです。ハギちゃんと言います。ハギちゃんです。ハギちゃんは何してる人なんですか？吉本の芸人と社長さんですね。そうなんです、ね。まあちょっと行かれちゃってる人って感じですね。今配送のね。あ、全然。絵がちょっと持たない。自分が一番分かってるんだろ。はい、お返してほしいな。配送のお仕事をしてて、そうです。皆さんこちらに。あ、そんな。ぜひ。これ何頼めばいいの？物運んでくれんの？あ、物も運びますし、うん、なんか知り合いでドライバーさんで働きたいとかいたら。ぜひ。そんな、すいません、はい、ありがとうございます。ここ早送りでお送りしてます。はい、いや、ちょっとまたお買い物編。あ、最高です。皆さん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日も買い足し編出ました、ね、はい、ということで、もうやっぱり誰も動いてくれないんで、私から、ね、ブランドの方にお願いして、どうぞということで、オープン前にそうですよね、皆さんありがとうございますです。もう、はい、ね、もう早速、こちらでございます。 H ビューティー&ユースでございます。松がもうね、すごいんですよ、こっから。あ、こっちもさ、もうここ全部ですから。この下の、今回オープンした6というお店があって、うわ、本当だ。今日来れると思って喜んでたら、今日は入っちゃダメということで。何なんだと。タイミングがね、まあ、ありますか。残念です、本当に。じゃあ今日はこっちってことですね。はい、こっちで、私結構しょっちゅうね、来るので、いい、がっつり、普通にここにしょっちゅう来てるので。今日も買い足しの普通の買い物ですね。今日はね、そう、普通に買い物で、もう財布のみ持って、もう登場。だいぶ軽そうな感じですね。はい、もう財布のみで。余計なもの持たない。はい、もうお金だけでございます。すごい、もうね、なんかいろんなエリアにこう分かれて、お洋服が置いてあるの。ちょっとね、こうエッジの効いたものが多いんですよ、このお店は。なので私みたいなドシンプル人間は、こういうところでちょっとエッジの効いたものをいただくと、なるほど、非常に助かります。ちょっとスパイスが変わるってことですね。もうスパイスしかないでしょ、この帽子とかも。これはちょっと、はい、スパイスですから。すごいな。だからこういうことですから。いや、それはなかなかすごいな。かわいい、見て。かわいい。でもこれ、どう、テニスボール、テニスボールですよね。ですね。え、これどうやって開けるの？普通に開いた。あ、すごい、でも結構入りますよ。かわいい、確かに。かわいいね。ね、取れた場合の。あら、本当だ。追加もついてますんでね。一番助かる、取れますからね、はい、このね、はい、追加もついてるから。この優しさ。ありがたいな。ありがたいですね。はい、いや、こういうのをさ、やっぱりこう、さらっと持ってる人になりたいよ。でも絶対会話にはなりますもんね。そんな、そう、何それみたいな。何これ。かわいいんですよ、これ。なんかバッグとかも、ちょっとキラキラしたり。あ、私がね、もう早速狙ってた。あら。いや、ニットベストが欲しくて、使い勝手いいなと思って。でもこういうのも着てみたいんだよね。こういうのもさ、なんか着てみたいんですよ。でもちょっともう寒いかなっていう。確かに。今からだとそうですね。今からだと寒いかなと思う。ちょっと難しい。いろいろ考えちゃうな。こんだけあるとちょっといろいろ、いや、そうなんですよね。見合わせも可愛いですね。可愛い。あ、私ね、このね、サスペンダーパーツ持ってるんです。あ、持ってるんですか。はいはいはい。可愛い、これ。一番最初に出た時に買った。へえ。可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。これ履いてるとね、男性にね、おって言われる。いや、確かに男性好きかもしれないです。めっちゃ可愛い。好きですよね。なんかちょっとこの辺に来るから。お胸がこうなんか、たわわに。いや、言い方が変えてるけど、そんな変わってないですよ、もう。セクシーに。はい、ストレートに言ってる、ね、一緒ですからね、ここは。あ、ほら、今年はやっぱね、このグレーを、皆さんぜひ買っといてほしいなと思います。勝手に。今年はグレー。グレー多いですよ。多いですね、グレー多いです。グレートーンも多いし、なんかこう、色味入れた時に、
グレーの方が優しく見えますよね、黒着るより、うん、黒の方がちょっと強いから、ね、そう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 、なのでグレーはもう絶対的に買ってほしい色ですけど、あらあら、もうこういう時期じゃないですか、寒くなるのが遅かったじゃないですか。そうですね、すごい、これベストになることって最近のラッキーパターンですよ、これラッキーパターンですよ、そうそう、2つ切れちゃうやんみたいな、ラッキーパターン、かわいいですね、かわいい、やっぱちょっとこうショートだけね、かわいい、この色いいな、これいいですね、かわいいですね、なんかこう、いくらかな、味方がね、いつもね、あの顔なんですよ、目を見るときね鼻が伸びる、知ってみるんだ、8万8000円です、あ、でも8万8000円です、ダウンで、しかも2パターン切れますからね、これいいね、今のでこれ S サイズだって、どうしようね、今日何買おうかな、あ、まだ決まってなかったですか、決まってない、でもベストは欲しい、さっきのベストってこの色とグレーと、あ、2色です、わかりました、この2つですね、やっぱグレーが使いやすいの、確かに、まあ、顔写りはね、うん、当該どういう着方するんですか、なんかシャツとか、うん、なんか下に、それだと薄すぎますかね、でもこれぐらい薄くてもいいよね、はい、割とちょっとシアー素材でもですよね、あ、確かにシアー素材、あー、そうですね、いや、着たいなと思って、それで着ても全然着たいんだけど、下のものがそう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 、こっちはあれですか、はい、クルーネックのクルーザーでございます、クルーネック、黒、黒も可愛いですよね、ちょっと黒で着てみようかな、はい、はい、まずすいません、あ、ありがとう、まとめて着ようかな、じゃあ、あ、なるほど、はい、気使いましたよっていうか、はい、一つは任せないよ、まとめてありがとうございます、ね、優しいですね、やっぱりねあ、これもいいじゃん、わ、これセクシーだね、あ、いいですね、タイトスカート、しかもこれ前がちょっと シワシワってシュアリングがかかってる、ね、なんかお腹が目立たないんじゃない、あ、そうなんだ、うん、ここがペタッとしてるとさ、やっぱり、あ、まあ、ポコってなっちゃいますもんね、そうそうそう、お腹が出てるのが目立つけど、なんかシワシワなってると目立たない、うん、そう、このまま着たいな、こういうのもね、ちょっと気になるわけですよ、卵色、はいはいはい、卵色も気になる、男子としてどうですか、今年でもモヘアどうですか、私モヘアは痛くて着れないんです、あ、そうか、だからモヘア風、これぐらい柔らかいやつだったら着られるんですけど、ダメなタイプでつまんない女なんです、いや、そんなことないです、肌がちょっと敏感なだけですつまんないとは関係ない、こういうことですね、ほらバッグとかも、はい、かわいい、かわいいですね、あ、これかわいいね、これじゃらっとかわいいんじゃない、なんかここも持てるんじゃない、うんうんうん、ね、よし、着ちゃおうかな、着ちゃいますよ、え、全部まとめた方がいいよね、上の全然大丈夫ですよ、まだね、上があるの、上が広いって聞いてますよ、広すぎてびっくりしますよ、そんなにですか、あ、バウトさんが、私がちょっと今ね注目している好きなんですよね、あ、かわいい、新鮮、ちょっと色の感じがね、うん、キメルっぽい、かわいいじゃないですか、ゴールドのアクセント合うね、高そう、13万2000円です、まあ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 、これとかめちゃめちゃ可愛いけど、このバートさんじゃないですか、はいはい、腹がもう出るパターンですね、あ、スケスケの見てスケスケの腹ですね、スケ腹え、可愛い、いや、見てくださいこの細かい仕事、レースをね、こうつける、ここレースの切り方難しいんですよね、作るときどこを切るかっていう、だから13万2000円するコートと変わらん変わらん値段みたいな、そうなんです、手は今やっぱかな、そうなんです、そうなんです、そういうことなんですよ、なんで高いんだってね、なるんだけど、うんうん、いいものはやっぱ高いですからね、そう、やっぱ手間がかかってるっていうね話ですわ、いやちょっとバ
ついな、またこれ持ってきたな、来ましたね、これはテカテカの木をかな、トロントロンテカの、すごい、すごい、この生地でこれを作るというのは面白いね、かわいい、かわいい、思わず小声になっちゃう、こういうちょっとした靴下ね、うんうん、なかなかの値段ですね1万1000円の靴下ですから、いいものがやっぱりしますね、はい、あ、こっちもあるの、そう、あるんですよ、こっちも、わあ、広っ、ほんとだ、すごいよね、広っ、広いのよ、広いの、本当にね、あららら、かわいいですね、ほら、あ、高そう、おお、イメージがない、かわいい、かわいい、かわいい風、ほら、首にさ、こうやって毛がちゃんとくるようになってるんですよ、ほら、めちゃくちゃあったかいです、この裏の、しかも多分これ取り外しができるでしょ、で、いくらだと思う、うわー、いい値段でしょうね、これは22、23ぐらいですね、うん、25万、いや、かわいいね、かわいいですね、カジュアル、カジュアルだけど、うん、すごい芯があるね、一回買っちゃうとずっと使えるタイプ、ね、いや、そういうタイプですよ、一生ものタイプですよ、中も外せるし、はい、いや、ちょっとなんかこういうさ、こういう感じとかやっぱ欲しいのかな、私さっきからすごい気になってますね、モヘッとした、うん、短いショート、あ、そう、確かにかっこいいよね、ね、うん、かわいい、あらあらあら、ロエフさんじゃないですか、かわいい知らないでしょロエフさん、うなずいてありますよ、こちらもユナイテッドアローズのブランドですよ、レーベルですよ、うんうん、素敵なブランドなんです、はい、大人のね、女性の、そうですね、はい、この辺とかもね、こんな感じ、素敵だよね、いやー、どうする、今日どこにあれを持っていこうかな、なんかこう頭を、うん、欲しいものを何にするかだよね、うん、だってさ、こう、いや、コートも欲しいよ、そりゃさ欲しいけど、ニットも可愛いよね、ベストも可愛かったし、ベストも可愛かった、あら、好きだわこの着方、うん、ニットも可愛いわ、あら、これいいっすね、買える、買えるよ、買える値段、うん、買える、買えるよ、うん、うん、なるほど、そうなん、あら、素敵なパンツね、これ3万800円、うん、なんかゴムだけど、うん、ウールで綺麗ですね、うんうん、ゴムなのにね、ゴムパンっていまいち綺麗だな、ね、素敵、もうどうしようかな、あのニットはなんか欲しいです、うん、欲しいです、買いました、欲しいです、だいぶ欲しいです、あ、待てた、欲しい私でもこういうのも挑戦してみたいですけどね、おお、まあでも梅さんがもう笑い出してますけど、私だってこういうの履きたいですから、本当ですか、全然、はい、全然イメージない、タイツに、あ、そうか、タイツで、まあ、いや、丸出しじゃないですよさすがに、それは膝白くなっちゃうし、そこはないけど、ショートパンツ欲しいですね、おお、ショートパンツ、はい、ショートパンツ欲しいですね、結構あります、もう今、あ、ミニスカート、なんかやっぱり反応がこう、やっぱミニスカートに関して梅さんが悪い、確かにちょっとなんかあんまりちょっと、なんていうの、ちょっとなんか鼻で笑ってる感が確かにさっきのショートパンツの時もなんかそう、うん、なんで、なんで私がこう着るとなんか、あ、は、あ、みたいな、なんかちょっと梅さんのなんかずっと、うん、うん、うんってなんかイメージないし、私だって着るんですよ、着たいんです、そうですね、はい、着たいっていう願望は持ったっていいんです、私だって若い頃こういう格好してたよ、このスカートにパンツを合わせるパターン、これ今ありますよね、いっぱいね、だからもう回って回って、うん、もう19歳ぐらいの時来てましたから、この着方、なるほど、もうだから随分来ましたよ、もう今47になりますからね、回ってきますね、もう回ります回ります、ファッションも、また梅さんがちょっと反応が持つたびにですね、うーんっていうのやめてもらって
ねえ、ちょっと待ってくださいよ。良くない運ですね、今の言い方ね。なんか別にね、来てもね、いいじゃないですか。良くない運の言い方でしたね。うん、つってショートパンツ。あ、ここはもう高い、あら高い人ですね、ここは人、うん、ここ高い人がなるほどいっぱいいるレーンです。このレーンはドキドキしますね。あのバッグほら何回か私服で出てきている、うんうん、ザローさん。ああ、はいはいはい、なるほど。はい、並んでます。高い人ですね。高い人です。高い人とバウトさん見せれるならチラッと何かいいですか。ザローですか。はい、どれ見せちゃおうかな。チラッあれ、あったあれ、俺もこれすごいっすよ。え、これ解雇 100% です。うわぁこれはやばいんじゃないですか。解雇さん 100% ですから、シルク26万円ずー。でもこの肌触りが、うん、もうね全然違うんですよ。うわすごい。もうねこのなんかなんて言うんだろ う、つるちょいぬめ、うん、なんか、うん、しっとりした、しっとりした、ね、なかなかないですからね。一生着れるよ。85まで着れるなね、いやーちょっと可愛いのいっぱいあるよ。あら、これも可愛いね、このベストもね。あ、可愛い。ベストバカとしてはもう買っておきたい感じですけどね。どうしようか、何買おうかな。じゃあ上行きましょう。あ、ちょっとこのジュエリーも見てください。そんな人も、うわー、ジュエリーだらけです。私こういうあのちょっと出せます、これ欲しいんですよ。今も私ちょっと拘束され指輪つけてんですけど、拘束され指輪ほら可愛くないですか。確かに普通の丸とかより全然そう印象が、なんか重たくないじゃんこういう指輪だったらね。なんかこれ付け方いろいろあるんですよね、拘束の仕方。こうやってやったりとか、なんかいろいろあるんですよ、組み合わせで押してみたりとか。そうそう、なんかまあ1本だけでも私は一番これがおすすめ。なんかもう1本のこれだけでなんかさ、もう可愛くないですか。確かに普通の指をつけてる感じと全然違いますね、雰囲気は。意味合いがそこまで出ない。これいくらですか。こちらが42,900円税込み、こちらが28,600円。ずいぶん違いません。確かにこの形作るの大変なのかもね。ね、湾曲が、湾曲強い方が欲しいな。ね、うん、梅さんに頼まれてます。いや、私梅さんにこれ買ってもらったらもうなんかしないといけなくなります。逆にね、逆に奥さんティファニーとかしなきゃなくなっちゃうね。そう、あのでっかいあれも見たいの、あのピアス。絶対高いと思うんだ、この53,900円だと思うの、イヤリング。かわいい。来ましたよ。やっぱね、こういう大きい何かドンってするのって、ありがとうございます。53,000いくらなんじゃないかなと思うんですよ、ここにポンと。あー、でも確かにかわいいよね。雰囲気また変わりますね、うんうん、そう、ゴールドとまた全然違うと思う。うん、かわいい。なんかこれ一つあるだけでさ、エッジが効くというか、うんうん、ね。しかもこれ裏削ってありますから、ちょっと多少軽い。なるほど、これ重くないですよ。いや、もうこれとこれ買ってもらったらどうかなと思いますけど。あ、このセットで。はい、これ合計10万ぐらい。それぐらい買ってあげようよ。ね、分割で。分割でね。買ってあげよう。私これ欲しいです。え、これいつ放送しようかね、うん、クリスマス前だったらさ、うん、こういうものをじゃ頼んじゃいなよみたいな、うん、いや、待ついです。待ついです、ありますよね。はい、そう、頼めるじゃんね。なんかいくらぐらいまでなら買ってくれるんですか、その人のポケット。まあまあ、その事情もにあるでしょうけど、ポケット事情、お財布事情。ポケット事情だからね、みんなガムとか、ね、いろんな人いますからね。ガムとか入ってきます。ネジとか入ってきます。アメちゃんです。すいません、あのお財布事情ですよね。ボールチェーンの嫁、何が欲しいのかな。
おいちゃんの夢ね、今ね、あれです。何が欲しいって？あのエルメスの指輪を。されとるやん。すごいよ。この間だから。あ、言ったから。そうそう、エルメスのから。うんうん。ブレスレット。はいはいはい。あ、ヴィンテージでこんなのあるんだ。嫁的にはリングだと。リング。なるほど。知っちゃって、知っちゃってポルチェーンから、ポルチェーンからエルメスのリングに、エルメスリングの嫁ってかっこいいね。なんか格がすげえ上がったじゃん、ポンって。かわいいなぁ。ちなみにもらうとしたら、そのアクセサリーでも、はい、なんかこれ重たいの、いわゆる指輪とかって、はい、若い頃ちょっと重たいなみたいな。そうですね、ありましたよね。男性からちょっとね、あったね、あった。これくらいの距離感ならこのアクセサリーとかってあります？付き合ってすぐに指輪もらっても困るなっていうのはありますよね。まあまあ確かに、ちょっと重たい、1年目とかでしょ。そう、うん、でなんか指輪って結局そのサイズがあるわけじゃないですか、うん、でそのサイズをわざわざ調べて買うという、しかもその指をどこに、どの指につけるんですかみたいな、うん、なんか緊張感、うん、いや私そこまで将来を考えてないかもっていう人にもらうと、うん、非常に困ります。困りますね。つけてないとちょっとまたなんかね、はい、どう言われになるかっていうのも。でもやっぱり1年半ぐらい経ってくると、うん、相手の嫌なとこも見え、うん、まあだんだん分かってくるじゃないですか、はい、あ、この人は将来一緒にいてももしかしたら嫌じゃないかも、うんうんうん、そうするとそろそろ欲しいなになるんじゃないですか。逆に、はい、逆にね、指輪をね、はい、2年目あたりから。それまではもうなんかもうちょっとライトななんかがいいんじゃないですか。商品券とか。商品券。アクセサリーの話なんです。あ、そうなんですか。お米券か。商品券。補助券。あの、ください。ああいうの何もないけどね。すぐ買いに行けるから。とりあえず花とギフト券。まあ確かに一番嬉しいか。一番嬉しいよ。自分の好きなね、そう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 、気に入ってるアクセサリー買えたりとかね。君のタイミングで買いに来なよ。確かに。もうそういうことですよ。47歳にもなったら。リアルは。はい。いやでもブレスレットとかがいいんじゃないですか。バングルとか。バングル。うん。ピアスだと穴開けてる、開けてないがあるじゃないですか。はいはい。ネックレスもね。ネックレスもいいんじゃないですか。うん、でもネックレスもね。わかんないでしょ。あったね、昔ティファニーのネックレスをあげるあげない。聞いたことありますね。ね、オープンハートが。オープンハート。どうだ、こうだ。あった。ありましたよ。で、あの半分になるやつとか。あったよね。合わせるやつもね。ラブリングとかラブブレスとかね。あれね、彼氏いないのに見え張ってつける人がいたりとか。あれ彼氏いないよねみたいな。でもみんな見えで持ちたいっていう、わかるよっていう気持ちね、形なんですよ。そうそうそう。でもそれつけると彼氏できないからね、逆に。あ、逆にね、ね、周りはいると思っちゃうから、うんうん、っていう若かりしね、ありましたけど。じゃあ上上もあるんですもんね。はい、上もありますので。いやいいね、買い物って。すごい、見て、耳がついてる。これ耳じゃないんだろうけど、すごいね。かわいい、グリーンの。かわいい。かわいい。いや、ちょっとどうする？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 ちょっともうそろそろ。あった！あった、これこれ。知ってるやつが。私このカエル色が欲しいんですよ。カエル。バンズ。なんかいい感じです。めっちゃいい。可愛いよね、うん。これは絶対買うわ。これ、花秋。あ、もう。花秋は買うわ。あ、もう完璧ですね。うん、これは買うわ。めっちゃ似合うな。もうね、私でもカシミヤ100の女になりたい。もう。